はい。アフターエフェクツ実践講座ということで、今回は、えー、エクスプレッションについて紹介をしておきたいと思います。えー、エクスプレッションっていうのは、まあ、関数ですね、えー。関数を使ってアフターエフェクツのこのレイヤーに対して、えー、何か特別な動きをつけるというようなことになります。でえー、今回紹介するのは、えー、ヘルプにも載っているような非常に基本的なものですので、ぜひ使えるようにしておいてください。えー、まず、じゃあこちらのコンポジションをご覧ください。 このように 3D レイヤーでですね、回転している、Y 軸で Y 回転しているレイヤーがあります。この特にテキストのようなものはですね、裏返ってしまうと逆に文字がなってしまうので、こういったところはなるべく避けたいというような場合があります。はい、そういうときに今回紹介するのがですね、こちらのエクスプレッションなんですが、レイヤーがカメラが 対して裏を向いいたとにに透明になるという、えー、エクスプレッションです、はいえー、今回はですね、この電報を落ちているテキストのレイヤーなんですが、こちらに対して、えー、そちらのエクスプレッションを適用しています、えー。今回これはですね、不透明度に対して加えるエクスプレッションですので、えー、オプションキー、えー、Windows の場合は Alt、えー、キーですね。こちらを押しながら、まずは不透明度のストップウォッチをクリックします。 はい、テキストのフィールドが出てきますので、先ほどのこちらのテキストですね。はい、こちらをコピーペーストで貼り付けます。はい、ちょっと文字が大きいままになってしまっていますが、はい、貼り付けがされました。そうしますと、プレビューして見てみますと、このように、 裏を向いたときはですね、えー、不透明度が0に変更されます。はい、見ていただくと0、えー、になっていますね。えーまあ、このように特定の条件になったときに、えー、何か動きがあるというようなものもエクスプレッションで手軽につけることができます。 で、まあこういったテキストの場合なんかもそうなんですが、実際にじゃあこういうエクスプレッション、この背景、後ろを向いた時に透明になるというエクスプレッション、どういう時に利用するかといいますと、はい、こういうですね、3D レイヤーを使って、面と面を合わせて、辺を合わせてですね、何かを作っていく、組み立てていったような場合に、アフターエフェクスの 3D レイヤーというのは 3D として完璧ではないので、どうしてもこのエッジの部分ですね、 エッジの部分にこういった線が出てきてきしまいます、はいいす、えー、こういった場合に、この先ほどのですね、エクスプレッション、不透明度を裏を向いた時に透明にするというのを加えてあげることで、えー、こういった、まあえー、エッジに出てきてしまうラインですね、こういったものを消すことができます。はい、こちらがエクスプレッションを すでに追加してある例なんですが、実際に比較してご覧いただきたいと思います。左側がエクスプレッションを追加した例、右側が追加していない例ですね。特にこれはですね、動きをつけてモーションブラーを入れたりすると、さらにエクスプレッションを使っていない方の構成ですと、ガタガタに崩れてしまいますので、 ぜひ、このエクスプレッションを覚えておいてください。またですね、エクスプレッションなんですが、アニメーションプリセットに登録しておくことが可能です。先ほどのものですが、こちらですね、すべてのレイヤーに対して、エクスプレッションが適用されています。こちらのエクスプレッションですね、頻繁に使うようなものの場合には、このアニメーションからですね、アニメーションプリセットを保存ということで、お好きなところに保存しておくことが可能です。 はい、えー。例えば先ほどのですね、エクスプレッション適用していなかった方の各レイヤーに対して、えー、このアニメーションプリセットをダブルクリックするだけで適用することができますので、えー、このアニメーションプリセットに、えー、ぜひ、えー、頻繁に使うエクスプレッションは登録しておくようにしましょう。